おはようございます。はい、ラジオ体操を始めます。最初にウォーミングアップ。はい、では、用意ができましたら、はい、始めます。はい、じゃあ胸をトントントンと叩いて、ほぐしていきます。はい、次は肩、首筋、腕の付け根、肘周り、はい、手首まで来たらひっくり返して、手のひら、手首の内側、肘の内側、腕の付け根、はい、胸に帰ってきました。朝はどうしてもね、呼吸が、浅くなるので、はい、胸をほぐしてしっかりと呼吸ができるように、はい、肩、首筋、こういったところもね、ほぐしていきましょう。はい、腕です。肘周り、手首まで来たらひっくり返して、手のひら、手首の内側、肘の内側、はい、腕です。はい、で胸に戻ってきました。はい、次はリンパの流れを良くします。首のマッサージです。はい、首をここにリンパがありますね、リンパ腺、はい、下に下に流していきます。朝はね、時々ちょっとね、顔がむくんだりとかすることがあるので、こういった、マッサージ、効果的です。はい、首の後ろマッサージしましょう。頭皮のマッサージ、はい、後頭部、頭の後ろですね。はい、で頭のてっぺん、ここには百会とかいろいろなツボがあります。はい、今度は側頭部、この耳の後ろに、マストイドという骨がありまして、その後ろのこの裏あたりですね、ここは、目のオプティックナーブ、目と結構関係がありますので、やはり目が疲れている時などは ここら辺でマッサージすると、もしかしたらちょっと、痛いかもしれませんね。あまり、無理をなさらないように、はい、軽くマッサージをして頭全体の血行を良くします。はい、次は、髪の毛の生え際です。はい、おでこの上の生え際、はい、生え際に沿って額の上、はい、次はこのこめかみです。はい、こめかみマッサージしましょう。はい、でちょっと下がってくると、この頬骨のところ、この下にちょうど耳の前、このあたりもね、ちょっと耳鳴りがしたりとか、耳が疲れた時マッサージするといいです。はい、この下に顎関節、マンデブジョイント、はい、ここも、ね、夜、気がつかないうちに歯ぎしりをしてたりとか、あと奥歯を噛みしめる癖、緊張したりするとどうしても硬くなる筋肉ですね。ちゃんともみほぐしておきましょう。はい、でこの、エラのところ、ジョーライン、はい、顎先に向かって、はい、このあたりもマッサージをすると唾液の出が良くなります。はい、でまた同じように首のリンパに沿って下に下に流していきます。はい、次はこの鎖骨に沿って、不純物を全部こうやって流していきます。外に流します。はい、胸の真ん中、このスターナム、骨がありますね、ここゴシゴシゴシっと原骨で、でこれも、外に向かって、この脇の下に向かってですね、はい、流します。はい、次は脇の下、リンパの流れ良くしましょう。はい、脇の下トントントーンと叩いて、二の腕、はい、飛行機が飛んでます。はい、肘、はい、肘から二の腕、脇の下、脇腹、はい、この辺りもほぐしていきます。今日はね、本当お天気がいいので気持ちがいい朝です。はい、ここでちょっと肘を、ちょっと下に下ろして、ちょうどこの、付け根のところですね、
この脇の下のところからここのところをグッと握って、はい、ちょっと肘を回します。ここも、この腕からつながってる、広背筋とかそういった筋肉につながってるこれ筋ですね、テンデンス。はい、こういったのも、リンパの流れ良くします。はい、次はこの肩のところにちょっとね、指先に力を入れてグッと押さえて、はい、で同じように、はい、肘をちょっと回してみましょう。ここもね、ちょっと場所を移動して、ちょっと、首に近い方ですとかね、いろんなツボがたくさんあります。はい、ここで肘をグーッとして、この肩甲骨のところまた指でグッと押さえて、はい、同じようにちょっと肘を回します。はい、それからこの肩甲骨と、背骨その間ですね、ここもね、やっぱり肩こりとかそういった時に、どうしても血行が悪くなるところです。はい、ここもちょっと動かして、はい、次は、胸です。この肋骨のところ、肋骨の間、肋間ですね、この、インターコーストマス、指をちょっと熊手のようにしてグッと押さえて、はい、同じように回します。ここもね、胸筋、胸の筋肉です。この胸の、腕の付け根の方からここのスターナム、この骨の近く、ここもいろんなツボ、があります。指圧の経絡では、肺の、背景、心臓の神経、それから心包系とかね、いろいろなツボ、があるところです。どうしてもね、朝、これから寒くなるとね、どうしてもこうやって縮こまってる、そこをこうやってよくね広げて、呼吸が楽に、ね、できるように、こういったツボを押さえながらちょっと腕を動かしてみましょう。はい、はい、次はこの脇です。この肋骨のあるところの、ちょっとね押さえて肘を引くとコリコリっとね、動く筋があるかと思います。こういったところもなかなか刺激するところではないので、はい、ここも押さえながらちょっと肘を回して動かしてみます。ここもちょっとね、いた気持ちがいいようなツボが見つかるかと思います。はい、はい、次は、はい、ここさっき押したところをもうトントントーンと叩いて、はい、全体的に血行の流れを良くして緩めていきます。はい、次は腕です。バイセップ、この腕の付け根からこの肘のところまでですね、バイセップで、後ろにトライセップ、はい、この真ん中のデルトイド、この三角筋ですね。はい、ここをよく、腕はね、リラックスさせて、拳はね軽く握ってトントントンと全体的に叩いてほぐしていきます。はい、どうでしょうか。ちょっとね、肩が、下にグッと下がって、腕がねちょっと長くなったような、本当にこうやって比べてみるとね、リラックスした方の腕がちょっと長くなってますね。はい、じゃあ今度反対側やります。はい、脇の下、はい、二の腕、はい、肘まで来たらまた二の腕、脇の下、脇腹、はい、ここでまた同じように、はい、この脇の下からこの後ろ、ここの筋肉ですね、ちょっと肘を下に下げるとつかみやすいかと思います。はい、ここで、ちょっとあまり痛いようでしたらね、ちょっと腕をブランブランとさせたりとか、ちょっと軽く肘を回してみてください。はい、ここもね、ちょっと場所を移動させて、あ、ここ気持ちいいわっていうところがね、多分見つかるかと思います。はい、はい、この次は肩です。はい、肩の上に指を押して置いて、ちょっと力を入れて押さえながら、はい、ここもね肘を回してみます。
はい、ちょっとね、指の下でコリコリしてますよね。はい、ここもちょっと移動してみて、首に近い方ですとかね。それから、あと、ここで肘をぐーっと押して、この肩甲骨。ここもいろいろなツボがあります。小腸系、それから、胆系。はい、で、この肩甲骨と、背骨の間。はい。ここもちょっと押さえながら肘を回してみます。はい、次は、この胸です。この肋間にまた指をグッと押さえて、はい、ここでまたちょっと動かしてみます。ここもね、腕のこの付け根の方、この辺りも結構硬くなる筋肉ですので、ちょっとほぐしておきましょう。はい、ちょっと場所をいろいろ移動して、はい、次は脇です。はい、ここちょっと押さえて肘をグッと引くと、コリコリっとしたね、筋が見つかるかと思います。はい、たら、また同じように肘をちょっと回してみましょう。はい、はい、次トントントーンと叩いて、全体的にほぐしていきます。はい、次は腕です。はい、バイセップ、トライセップ、はい、デルトイド。はい、いかがでしょうか。ちょっとね、肩が、ちょっと軽くなったかと思います。はい、次はちょっとお腹周り、このね、あたりの皮下脂肪とかね、いろいろあるんですけれども、やっぱり代謝を促すためにはちょっと刺激を与えて、表面に、の血行を良くします。はい、このおへそ周りね、ちょっとつかめるところ、ぐっぐっとつかんで、ちょっと痛いかなって思うぐらいのちょっと刺激を与えて、脇もそうですね。それから背中、はい、全体的にちょっとね、刺激を与えてから、はい、お腹をさすります。はい、円で反対回り。はい、次は今度はコードセック、両太ももの前です。はい、ここもトントントンと叩いて、ちょっとね、膝、それから腰をちょっとかがめて、はい、膝上、膝回り、膝回りはね、パタパタと。で、今度膝下、はい、トントントンと、足首の方まで。足首まで行ったら、今度は両足首の横、はい、ふくらはぎの横、膝の横、太ももの横、はい、腰回りです。はい、腰回りで、ここに、尾底骨、それから仙骨があります。この仙骨の周り、ここもね、腰痛の時に、結構硬くなるところなので、はい、ほぐしていきましょう。はい、次は、少し、前かがみになって、背骨に沿ってちょっと上に上に背中の方まで、叩きます。届くところまででいいですよ。はい、上まで行ったら、はい、また背骨に沿って腰椎の両脇を通って、はい、下に下に、はい、腰で、また仙骨です。はい、次は、このグルータス、グルータスマキシマス、グルータスメディアス、お尻の筋肉、ここも大きなね、筋肉なので、はい、よく叩いてほぐしていきましょう。はい、次は、ハムスプリング、両太ももの後ろです。はい、ハムスプリングで、膝の後ろ、ふくらはぎの後ろ、アキレス腱、はい、アキレス腱まで来たら、今度は両足首の内側、はい、ふくらはぎの内側、膝の内側、太ももの内側、足の付け根、はい、全体的にちょっとね、体をこうやってトントンとすると、血行が良くなりましたね。はい、ちょっと手首ブラブラブラーっとさせましょう。はい、ここで姿勢です。
はい、こうやって立つとこの後ろのここに尾底骨ありますね。で前に恥骨、この尾底骨を下にクッと下に下げてお腹を引っ込めて、そうするとこの恥骨がちょうど正面を向く形ですね。ここでお腹はしっかりと、引き締めたままです。はい、で次はこの肩甲骨と肩甲骨の間、こうふーっと引き締めて、はい、目線はちょっと斜め上ですね。それで顎はしっかりと引いて、はい、胸を前にクッと突き出す。そして、この中指がブランブラーンって、落ち着く場所がこの太ももとのこの横のセンターです。で中指がちょうど太ももの横のセンターに落ち着くようにして、はい、ここで深呼吸します。はい、この姿勢がこのまっすぐの姿勢ですね。はい、ちょっとこれを意識しながら、ちょっと足幅、この足幅はちょうどこの肩骨が2個ね、大体でいいですよ。大体肩骨が2個ぐらいの幅、それでこうやって立つとちょうど腰と足のところまっすぐになります。はい、はい、ここで、深呼吸してみます。両腕を、真横に、はい、鼻から息を吸って、はい、両腕が真横に行ったら両方にグーッと、左右にグーッと引っ張れてます。引っ張ってで、ふう、口からゆっくりゆっくり息を吐きます。はい、もう一度です。はい、鼻から息を吸って、はい、左右にグーッと引っ張ってで、ふう、はい、肩の力を抜きます。今度は深呼吸をしながら両腕を上まで上げます。はい、鼻から息を吸って、はい、両腕が上まで行ったら、はい、ここで呼吸、息を止めます。 1,2,3,4,5、 はい、口からゆっくりゆっくりと息を吐いていきます。はい、よろしいですか。はい、もう一度やりますね。はい、もう一度です。はい、鼻から息を吸って、はい、上まで行って伸びて伸びて伸びて、はい、息を止めて 1,2,3、 はい、口からふーゆっくりゆっくりと息を吐きます。はい、この時に最初の姿勢ですね、お腹を引っ込めて、はい、肩甲骨をクッと後ろで引き締めて、はい、これのまっすぐな姿勢です。そうするとこの体幹、このセンターの、中心軸、ここをね、ちょっと意識しながら、体操をすると、効果的です。できましたらね、本当ね、お腹をクッと引き締めて、それからお尻の筋肉もクッとね引き締めて、それからこの太ももの内側、そこにもちょっと力を入れて、そうすると安定が良くなります。はい、この真ん中の中心軸ね、それをちょっと意識しながら、みんなの体操始めます。はい、では、みんなの体操、足を開きます。腕を曲げ、両手を開いて体の前で準備しましょう。手と腕の運動から、はい、両手をゆっくり握って、大きく開いて伸ばします。力を入れてぎゅっと握りましょう。指先までしっかりと伸ばして、力を抜いて手をブラブラっと振りましょう。腕から指先にかけての筋肉をほぐします。両手を握って肘をゆっくり後ろの方に引きます。両手を開いて腕を前に伸ばしましょう。頭を下げてお腹の方を見ます。起こして胸の運動です。腕を上に大きく引き上げましょう。下ろして両手をお腹に当てます。深く息を吸って胸を開きます。息を吐いて背中を丸めましょう。繰り返します。腕を伸ばして大きくゆっくり下ろします。もう一度背筋を十分に伸ばして良い姿勢を行いましょう。上体をゆする運動です。肘の内側で軽く脇腹を叩きます。足の曲げ伸ばしを加えて全身の筋肉をほぐして血行を良くしましょう。横曲げです。左横に曲げて、起こして右横に曲げます。
全身を弾ませるように行いましょう。両手を後ろで組んで首の運動です。前に曲げてゆっくりと後ろに、もう一度ずつ横曲げです。左横に曲げて右横に曲げます。肩の力を抜いて柔らかく行いましょう。左右にねじります。左を向いて右を向きます。突き出し運動です。腕を曲げて左足に体重を乗せ4回吸って、左腕を斜め上に突き出します。もう一度同じ方向で上体の力を抜いて柔らかく、突き出すときは素早く、反対側も同じ要領で右足に体重を乗せ柔らかく揺すって、右腕を斜め上に突き出します。1、2、3、4、力強く一度足を戻して良い姿勢に、足と腰の運動です。左足を前に踏み出し、腕を斜め下に伸ばして上体を倒します。上体を起こしながら腕を横に中腰姿勢になりましょう。左足を戻します。両手を膝に、上体を2度揺すってゆっくり起こしましょう。今度は右足を前に踏み出し上体を倒します。ゆっくり上体を起こして腕を横に伸ばして胸を張ります。バランスを取りながら右足を戻して、両手を膝に柔らかく揺すって腰、背中、頭と起こします。繰り返しましょう。踏み出した足に体重を乗せます。腕を横に伸ばして中腰姿勢です。後ろの足に体重を乗せながら前の足を戻して、腰、背中の筋肉を揺すりほぐしましょう。もう一度右足を前に踏み出し上体を倒します。上体を起こしてゆっくり前の足を戻して、柔らかく二度揺すって起こします。腕と足の運動です。腕を前後に振って足の曲げ伸ばしを加えます。左横に2歩移動します。その場で4回右に2歩移動し、元の位置に戻りましょう。音楽のリズムに合わせて軽快に、左横に2歩移動です。1、2、3、4、元の位置に戻って最後は深呼吸です。深く息を吸って、吐いて腕を胸の前で交差、斜め後ろに引いて、繰り返しましょう。ちょっとご近所さんがちょっとあの顔を出したので、ちょっと、タイミングがずれてしまいました。はい、次は、この、失礼いたしました。はい、この姿勢ですね。最初のこの姿勢、はい、これを意識しながら、はい、ちょっとね、少し腰よりもヒップよりもちょっと広めに、足を広げて、でこの時、この膝を緩めます。この時にね、前かがみにならないように、先ほど言ったこの中心軸真ん中、ここをねちょっと安定よくして、はい、腕のスイングをします。はい、腕が前で交差した時に息を吐きます。この時ね、体が、前後左右にぶれないようにしっかりと、ここで、足を踏ん張ってやると、バランスよくできます。これもね、手の血行を良くする運動で、よくね、レイノシンドローム、そういった、手足が冷たかったりする方にもすごく効果的な運動です。はい、はい、次は、このウエストから体をひねっていきます。この腰のところ、腰から下ね、こちらは動かさないようにして上半身だけです。はい、横を向いて手は一緒にこうやってついてきます。はい、後ろを向きましょう。はい、体はウエストからひねってます。はい、これこの時もね、あの左右前後に、体がぶれないように中心軸、それを意識しながらすると、コア、体のね、中心のコアが
しっかりしていきます。はい、エンでブランブランブラン、はい、OK です。はい、次は、この太ももの前ストレッチしますけれど、この時も体がこういう風にかしがないように、ちょっとねどっか捕まってた方がいいかと思います。はい、足首を持って、この時あの体がねフラフラするようだったら、ちょっとねどっかに捕まって、はい、まっすぐです。はい、で息を吸った時に頭の上の方にぐーっと伸びていくような、気持ちでやってみてください。鼻から息を吸って、はい、口からふーっと息を吐きます。肩の力を抜きます。はい、もう一度鼻から息を吸って、で口からふーっと息を吐きます。はい、足ブラブラブラ。はい、今度反対側です。はい、反対側の足首を持って、はい、鼻から息を吸って、はい、口からふーっと息を吐きます。はい、もう一度です。はい、足ブラブラブラ。はい、 OK です。では、先ほどのねこの中心軸、それから、お尻をクッと引き締めて、お腹は、常に、引っ込めた状態、そういったことを意識しながら、ラジオ体操の 1,2,3 と続けて行います。はい、ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1,2,3,4,5,6、腕と足の運動、1,2,3,4、腕を横に振って足を曲げ伸ばします。この時かかととかかとはしっかりついてますか？1,2,3,4,5,6、腕を回しましょう、外側と内側に、足を開いて胸の運動、手を横に振って、はい、ここでは胸を広げます。斜め上に、お腹をなるべく引き出さないように、5,6,7,8,1,2,3,4,5,6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度右の方へ、7,8,1,2,3,4,5,6、前後に曲げる運動です。弾みをつけながら前に3回、ゆっくりと上体を反らせます。1,2,3,4,5,6、ねじる運動、はい、ここでもウエストでひねります。3,4,5,6、斜め後ろに大きく、1,2,3,4,5,6、足を戻して腕と足の運動、1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6、足を開いて斜め下に、柔らかく二度曲げて、正面で胸反らし、曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばし、曲げ伸ばして振り下ろす。
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, その場取り1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4
4、3、4、手足も加えて開いて閉じて開いて閉じて大きなジャンプ、はい、スタート、はい、深呼吸、その場足踏み、手の運動、横、肩、上、肩、前、肩、横、下ろす、横、上、足もつけて、横、横、肩、上、肩、前、肩、横、下ろす、横、上、足踏み、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、腕を振って屈伸運動、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、その場足踏み、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、はい、お疲れ様でした。はい、これでね少しあれ暖かくなったかと思います。はい、次は、笑いヨガの、はい、顔の、体操です。これもあの体操なんですよ。このね口角をしっかりと上げる、はい、で、声はあの喉からハッハッではなくてお腹の方からハッ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 っていう感じで、これも、朝のご挨拶、アローハハハハハで、皆様にご挨拶します。はい、ではアローハハハハハ、アローハハハハ、アローハハハハハ、アローハハハ、はい、ありがとうございます。はい、口角しっかりと上がってましたでしょうか。はい、次は、悟り笑い、これもね笑いヨガの、一部なんですけれど、悟り笑い、これもねあの言葉は言霊です。はい、今日の一日、今の今っていうこの時があるのも全てがうまくいってるから、この時があります。はい、感謝をしながら、はい、これを、喜びの歌に合わせて歌います。はい、あと肺活量、それもねあの鍛えるために、2番目の時は母の時は息を思いっきり吸って、そしてなるべく、長くあの息継ぎをがねあのだんだん、少なく、一息でできるようにっていう感じで、毎日すると楽しいかと思います。はい、はい、私は完璧、違うチューンだった、たた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 た、これです。はい、私は完璧、はははははは、あなたも完璧、はははははは、すべては完璧、はははははは、それでいいのよ、そのままで。ここで息を吸って、はい、お疲れ様でした。はい、次は、はい、皆様がね本当にいい笑顔で、朝のスタート始まったところで、ラジオ体操の歌に合わせてオリジナルの体操です。これは第1番、この、ブレスアップ、それからこの二の腕、そこを鍛えるためにここをぐーっと押し付けて、はい、手をねちょうどね上に行くと、ちょのこの二の腕、ここにね、ちょっと負荷がかかるぐらいで、この時に前にも言ったようにお腹をしっかりと引っ込めて、そして、この内もものところ、ここにちょっと力を入れて、はい、でつま先立ちです。でここでぐーっと押して押し返します。この時呼吸も入れます。はい、これが1番、それから2番目はこの肩甲骨と肩甲骨の間、ここの筋肉を鍛えます。これは腕を動かすのではなくて、肩甲骨のこの骨をねセンターにクックッと寄せて、8回、それから片方ずつ8回で、最後はこの、手首を後ろにクッと折って、はい、これも、ちょっとつま先立ちをしながら、これも8回、
これが2番です。3番目は、この腹筋、それからこのヒップアップ、それからあと足の筋肉とバランス、最初はね、ちょっとフラフラするのは危ないので、どっかちょっと捕まって、はい、この腹筋、それからヒップアップ、あとこの横ですね。これもね、最初のうちはね、ちょっと難しいかと思いますので、少しずつ足がだんだん上がって、バランスが取れるようになるのが、理想ですけれども、自分のできる範囲で、楽しみながらやってみてください。はい、ではラジオ体操、歌に合わせて、はい、体操します。ここでグーッと押さえて、はい、つま先立ち、お腹を引っ込めて、はい、ここでグーッと押します。はい、押し返します。自分のペースでいいですよ。はい、この時に手を吸って、まっすぐの時に息を吐きます。はい、押して息を吸って、で、まっすぐの時に息を吐いて、押し返します。新しい朝、今日一日皆様が、健康で、楽しい一日が送れますようにということで、ラジオ体操、それから、いろいろな、ストレッチなど、取り入れてやってきました。はい、もし、皆様の中で、ちょっとね、健康に関して、ちょっと腰痛とかね、肩こりとか頭痛とか何かね、お悩みがあったら相談してください。そういったことに効果のあるツボ、ですとか、まあ、私も指圧のお仕事を、させていただいているので、経絡に沿ってのストレッチですとか運動法、いろいろなアドバイスできるかと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、また明日もよろしくお願いいたします。はい、どうもお疲れ様でした。皆様も良い一日をお過ごしください。はい、ありがとうございました。やっちゃん先生でした。はい、失礼します。